まあでも、ただこれ今回し始めてみたんだよね。もう何にも取る気がないけど一応回してみようと。うん、6時半にその東京行かなきゃいけないよね。東京というか、まあ、都心に都心にね。今もう2時ぐらいですから、朝から YouTube を撮ってて。本当だよ。だからじゃあもうちょいこっちか。まあ、いいや、そういうの。どう YouTube 楽しい？ YouTube 楽しいよ。なんかね、なんだろう、注意する人がいないのがいい。まあそうだね。うん、あんまりにも派手なことやると今度 YouTube が動いちゃうからね。あでもまあでもまあよっぽど何もしてない、喋ってるだけだもんね。うん、うん、まあ、YouTube 楽しいね。まあ、過激なねって言わなければ。過激なことも言わない、うん。まあ、YouTube をね、そうやれって言ってくれてよかったよ。ああ、あんなに怒られると思わなかったもん。怒られる？怒られたよ、で電話で。なんか今時の、だから前も言ったけどさ、今時の若い子は、うん、YouTube でいろいろ検索するから、 YouTube で検索して名前がヒットしないってことは存在がないようなものなんだよってすごいまくし立てられて、俺もうシュンとして、うん、本当になんか泣きそうな顔しながら YouTube を解説したわけですよ。普通 YouTube ってさ、楽しくて始めるもんじゃん。そうね、もう辛くて始めたのよ。存在がね。それがここまでさ、うちの動画をアップしたりとかしてさ、うん、えらい。まあだから毎回面白い話なんてのはそんなないんだけどさ、うん、まあ、こう喋ってるだけでも見てくれる人がさ、2人でも3人でもいればさ、うん、いいじゃないっていうことで。すごいよね。今も別にもう回すつもりもなかったけど、とりあえず回してみたの。 YouTube 楽しい？別に俺はそうだよね。そんな楽しくないよね。見るのは好きだよ。見るの、俺も見るのは好き。うん、でも見ますわ。でもなんか俺らが見るやつ、なんか編集されてるやつじゃん。ちゃんとしてるじゃん。まあなんかいろんなものあるよね。そのライブ映像でアーカイブ残ってたりする、それ見たり。ああ、そういうのはいいのか。そうそう、そういう感じだね。もう眠いな。今さ、こう朝もう何気に3時間ぐらいやってて、しかもほとんど撮ってないよね。うん。寝起き、うん、眠い、うん、起きる、うん、眠い眠い起きる眠いみたいな。今この眠いところ。寝てないんだね。そうとか、うん、ね、まあでも。ちょっとずつ見てくださる方が増えててさ、うん、申し訳ないよ、もう俺のこんなさ、何にもないような日常を見ていただくのなんか。本当だね。本当、うん、あの本当だねは、そうだね、別に言わなくてもいいかなと。いやでも本当そうで、ありがたいし、お時間取らせて申し訳ないなっていう。これさ、今第何回目なのか分かんないけど、これいつまでやんだろうね。まあ、日記だと思ってやればいいんじゃない、山さんは。日記書いたことある今まで。あの、ちゃんとさ、ちゃんとやってみようと思って、もう本当にそれこそ三日坊主だね。やったことあるの？それいつ？なんかいいノートをもらったのよ、友達から。何歳ぐらいの時？わかんない。そのなんかここ最近の話。ああ、そうそうそう、うん、続かんかった。日本語あんま得意じゃないもんね、高ちゃん。そう、ね、漢字知らないし。漢字知らない、日本語もよくわからない。3日で終わったんだ。3日ぐらいで終わっちゃった。それ日記帳みたいな。うん、でも俺あのちゃんとしたノートダメなのよ。なんかコピー用紙とか好き。ああ、そういうイメージあるわ。そう、じゃあ交換日記やる。やだ、なんでやねん。分かんないけど、交換日記でもやってたね、小学校の時。本当に？やってた、やってた。誰？女子と？そうそう。マジ？おお、俺女子と交換日記やってて。本当に？俺マジで。イケてんじゃん。おお、俺割とそのイケてる側だったわ。マジ？ちょっと意外だわ。見る目変わる。いやでも流行ってたでしょ。今の子たちは分かんないけど。今の子たちあれじゃない？もう街角でベーゴマみたいな。まだちょっと時代が。メンコとかじゃないの？メンコベーゴマはさ、ちょっと世代がまた変わるけど。あ、そう、流行ってたよ、交換日記。あ、交換日記とはなんかプロフィール帳。なんかね、それそう、昔流行ってたって言うんだけど、俺全然記憶がないよ。俺のま、じゃあ俺の方がイケてたね。イケてたね。あ、いっぱいもらったよ、プロフィール帳。でももらうもんなの。違う違う、もう書いてって言われて、
で書いて、あ、なんかあったかな、俺言われなかったかもしれない、俺イケてたわ小学校の時。あれ何書くの、個人情報とかダメじゃん今だから個人情報よ。だからなんだっけな、好きな食べ物とか、なんだろう、わかんない、当時書いたのが何なのでもそれ女の子からまたちょっとカッコつけんでしょ本当はなんか牛丼とか好きなんだけどなんかアボカドとかすんでしょどうせまあなんだよ、素直に書いてたよ、ハンバーグとか。あ、そう、そういう感じで。子供だからか、子供だから。あ、そうか、カッコつけられるじゃない、フィレ肉のなんとかソテーそうそう、もし言えてるわみたいなさ、すごいね。俺昔カッコつけたことあってさ、小学校の時女の子になんか小学校3年生の時だったと思うんだけど、飼いたいペットの話みたいな時に女の子と会話して、そんな女の子と会話することないからカッコつけてやろうと思って、みんな犬とか言ってる中で俺リスって言ってやったカッコつけた挙句がリスだったの。リスって言って、あっと、ちょっと一目置かれた、リス飼おうとしてるんだって。違う人なんて大体ね、みんな猫とかね、犬とか。そうそうそう、その時もそうだった。ハムスターとかね。うん、俺リスって言った。リスか、リス。フェレット飼ってた友達がね。何フェレットって。ちょっとイタチ系の長い、イタチ、うん、怖いかったよ。あ、そう、うん、うんち臭いんだけどちょっと匂いはするんだけども可愛かったですよ。フェレットね、めっぱいや、そうだね。あ、イケてた時代もあったな。一番イケてたのいつ。小学生じゃない。あ、そう悲しい、ピークが早すぎるって悲しいな。運動ができたからでしょ、あなたは。いやいやいや、俺は全然運動できない。だって球技だよ。あら、あ、そうだ、俺もサッカー、そうだ、キャッチボールできないもんね。キャッチボール大嫌いだった。キャッチボールとか言うさ、野蛮だよね。あ、まあスポーツ、そういうスポーツあんのか。野蛮とか言っちゃいけないな、それ。あの、僕がやってたドッジボール野蛮だったな競技のドッジボールはもちろんいいスポーツですよ、うん、素晴らしいスポーツだけど、僕がやってたのはあの、その野蛮な亀みたいな守りを出したいって目の前のバーンって当てるから当てられることもあるしまあまあまあ、ね、そうね、うん、避けるのは得意だったから。あ、そう、そうそう、ずっと避けてた。で、最後まで残るみたいな。だから授業が終わんなくなるやつでね、最後の一人が当たんないから。当たんないからね。あ、でもやっぱすごいスポーツだわ。最後の一人をさ、こうみんなでボール回しながらさそうだねごめん、ちょっとそうだね、うん、ちょっと一応フォローしたけど、やっぱすごいスポーツだ。すごいスポーツだよね、うん、あんなことないよね。だからもう一人になっちゃうと、取らない限り自分のボールにはならないでしょ、うん、そうだね。取れないから。取れないよね。痛いし、痛いしね、うん、投げれないし、うん、もう外野の選手に回したいけど、ボールを投げるのも下手だったから。球技をやって出たやつはモテたよね。一番そういけてた時代、いけてた時代ないな。ないわ。ないない。いけてた。周りからあの時いけてたよとかって言ってほしいけどないよ。ないない。た。そうね。特に特段別になんかないよね。ないね。行けようとした時期はあるでしょ。でも、あ、あるある。21かな時に、21の時にはなんか、まあ当たり前なんだけどさ、こういう仕事とか関係者当たり前なんだけど、あの20歳になるその日までお酒をとか飲まないっていたから、で俺は20歳になった日にお酒を解禁した。その日に飲めたっす。飲めた飲めた。あの、なんでかっていうと、大学に1年生入学した時19歳でしょ。その時にアルコールパッチテストっていうのがあって、うん、アルコール耐性があるかどうかみたいな調べるんだけど、それで俺はアルコール耐性がすごいあるみたいな結果が出てたから。そのパッチって何、学校でやるの。検査みたいなので。だから俺二十歳になる前からお酒飲めるんだろうなってもう予感があったから、まあ今にして思うとそんな量は飲んでないんだけど、もうその日から案の定飲めたって感じかな。その酔わないってこと。うん、酔わないっていうか、そのなんか分かんないじゃん、それまで酔うっていうのはどういうことか分かんないけど、そのベロベロになって倒れちゃうみたいなことは全然なくて、うん、お酒ってこんなもんかぐらいの、まあビビりながら飲んでたんだろうけど、うん、でもな、今何の話だっけ。ああ、行けようとしたそう、それで21ぐらいの時とか、その行きつけのバーが嫌な言ったら、何歳だって。21歳の時に。21にして行きつけのバーがある。で、週7で行ってる時とかって、俺そいつ嫌いだわ。いや、そうね、だから許して、行けようとしてたの行けようとしてた、ね、あそこはでもいいお店だったでしょ。
に連れててもらったけどもね、めちゃくちゃいいお店だよ。あれをね、あの店をね、行きつけだってね、俺やっぱ嫌いだな。まあね、嫌だ、わかるよ、わかるけど、そこは本当にいいお店なんだけど、なんか自分の中でその六本木で飲まなきゃいけないみたいな。あれ六本木違う、あれは違う、あれは新鮮だけど、新鮮っていうチョイスもよね。いやだからそうなんだけど、まあいいけどさ、六本木飲まなきゃいけないっていうのがあって、でも六本木ってそのっていう行けてる人には六本木飲まなきゃいけないみたいなのがあったんだけど、そのだから同い年ぐらいのもう友達ですよ、言ったら他事務所のなんかそのタレントですよ、まあ若いからさ女の子とかを連れていくのかと思いきや違いますよ、男二人で新鮮から六本木まで徒歩でタクシーじゃないのか。そんなお金ないじゃない。まあ飲むにもお金かかるからね。六本木まで歩いて行って、うん、六本木ってその高級クラブとかあるでしょ、うん、そうじゃなくて六本木にあるお店で飲むっていう、住所が六本木、住所が六本木っていうのやってたな。その時で多分行けようとしてたんだと思うな。そうか、なんだろうね。ウェブで一生懸命調べて少しでも安いお店に最高喫茶店でいいと思った。うん、六本木にいるっていうステータスちょっとまた客層も変わるんじゃない、その飲むお店。俺は飲まないから、そのお店で飲まれば、ちゃんとしたそういうお店行ったらもちろん違うと思うけど、そんなとこはほら私なんか出入りできるわけもない。だそれこそ銀座とかさ、銀座ねまた変わってくるでしょ、六本木、麻布とか。西麻布はでも業界の人多かったよね、うん、やっぱ連れてってもらえたりとかではあったけど、まあでもあったよ、本当に行けようとした時は新鮮で飲んで六本木まで行って、六本木飲んで最後3軒目拾おうとか、全部徒歩。そっか、今とやってること変わんないよね、歩くのが好きっていうんだよね、うん、そうだね。だから朝、ま、夜から朝まで飲んでるけど半分以上歩いてるしかね。そうね、そういうのないでしょ、あんまたばちゃん飲み歩くっていうのはないよ。ただ行けようとしてなんかすげえ変な洋服頑張ったみたいなのがある。ああそう、うん、何行けようとするっていうか、そのまあダンスをしていたから、はいはいはい、そう、お、行けてんな、ダンスやってた、ね、ちょっと今踊ってみなよ今得意なダンスをさ本当にあのこの後怪我をするそうそう、ダンスをしていたから、うん、うん、そうだね、すごいダンスもかったもんね、ヒップホップとかブレイクダンスをさ、そうそうそう、回ってたじゃない、うん、なお洋服頑張ったりね、なすっごい太いジーパン買った、2人入りますね1本の足に1人ずつ入って2人入り歴史用みたいな、ね、そうそう買った。なんか当時の写真とかこう出てこないのかね。いや恥ずかしいね、恥ずかしいよね、うん、まあ若気抜いたりっていうかね、うん、あれでしょ、今日なんかあの前昔お世話だった事務所行って昔のなんか映像作品みたいなのしゃべってた、それだって恥ずかしい、恥ずかしいよね、恥ずかしい、うん、俺ね、もうてっきりもう見た後に出ると思った、うん、そしたら一緒に見んのねすげえ恥ずかしいじゃん。いやそう、喜んでくださる方いるかもしれないけど当事者は恥ずかしいよね、恥ずかしいよ、二重そこらのこと思い出すってのは、うん、ちょっと外のファ、あの喫茶店行ってコーヒー飲んでていいですかみたいな、うん、ファーストキッチンでしょ、ファッキンかは分かんないけど、ファーって言ったもん、そう、そうだよね、恥ずかしいよね。なんかその当時を知る人がいればこうね、そういう話もできるんだけど、まあいいよ、まあこんな、まあ、でもそういうのも楽しかったよ、含めね、今思うと今頑張んねえから。そうだね、モテようとかもないしね、ない、うん、あった方がいいと思うけどね。いやほんとそうだ、そうあった方がいい、そうしないとこのまま、まあでもいやでももう分かんねえわ、どうしたらモテんだろう、もう分からない。まあモテないでしょ、モテないね、きっと全然そういうことを考えなくなったな。いや、マリカシ最初から考えてないと思うよ。考えてないか、うん、考えてる人多分ちゃんと考えてるんだと思うけどね。で考えた挙句なんかひねくれてさ、要はだってわかんないけどモテようと思ったらなチャラくなるとか、まあでもそれも違うか、でもモテようと思ったらサッカー頑張るぞなるべく ひどいね、なるべく偏見しか出てこない、リフティングをするとかね、そう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 、うん、
リフティングがうまい。確かにな。あれだね、やっぱ六本木のさ、交差点でさ、リフティングしなきゃダメ。ああ、六本木の交差点でリフティングするしたらモテるのかもね。モテるでしょ。モテるな。捕まりそうだな。銀座でピボットね。バスケット。銀座でピボット。うん。バスケット。うん。そうだね。モテるか。モテるかもしれない。まあ、というわけでね、一生独身でしょ。こんなとこで軽く言っちゃいけんけど、一生独身で。うん、難しいな。拳作ってるなんて絶対無理だよ。そうなんだよ。この拳さ、作りすぎで本当に骨いっちゃってるからさ。それはモテようとして？なんかだ、なんだろう。じゃない。うん、じゃないならいいよ。じゃない、うん、けど拳きっかけを持てる可能性あるよ多分。だからダメだよダメみたいな。山本さんこれ拳いいっすねみたいな。それも何のきっかけにもならない。もう話題作りになるしとき、ああ気づきましたみたいな。これ拳そうっすねみたいな書いてあげようか。なんか傷とかさ、なんか赤く塗ってちょっと腫らすみたいな。本当に、うん、そしたらでも盛り上がっちゃうよ。ああどうしたんすか、想定って。ああ、いや、これいや、いや、これは手は。そうそう、ちょっとあの、言わしちゃってさ、つって。ああ、言わしちゃってってかっこいいね。作ってる、言わしちゃってって。言わしちゃってさ。ああ、いいね。そうそう。書いてんの。ああ、それでもいいよ。ちょっと書いてあげるよ。ぜひ、ちょっとじゃあそれで、うん、六本木行こう。赤紫にしてね。そうそうそう。拳を赤紫にして、六本木行って、グラスを。それが今一番理想の姿。理想だね、うん、バンテージとか巻いたりして。バンテージだ。白い包帯巻きたいの。いやー、やってる人ほど巻いてないよね。白い包帯に黒いマスクしてた。あ、すごいな。中二病感がすごいね。それが一番かっこいいと思うな、うん、まあいいや。だけどじゃあ今日頑張ってきてね、うん、うん、そのなんかゲスト出演があるらしいけど、じゃあ今度いっぱいふざけてきてもらって、うん、うん、今度じゃあその感想でも聞きますかね。そうだね。拳もアピールした方がいいから。拳をね、僕黒に塗ってね。高っ高っつって安いな。笑うのかなそれね。わかんない。ブラックピンクの話とかしてきてる。もう全然関係ないよ ね, そうだね。全然関係ない、うん、まあ、じゃあちょっとカンプしてピンクにして普通にちょっと面白いじゃん。どうだろう。俺ここで俺たちが面白いってことは多分面白くないね。面白くない。あ、まあいいや、頑張ってきてよ。いきます。これもアップするのかどうか分かんないけど楽しかったね。うん、こんな感じで、うん、で山内周一の、あ、山内のまったりトリケン、うん、自信持って言って。山内周一のまったりトリケンでした。しくきてるな。